正直思ってなかったのですっごく嬉しいです。でもこれがゴールだと思わないでスタートなので、次対戦することがあったらまた絶対勝ちたいと思います。動き悔しい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 、プロレスラーとして誰もが応援してくれるような試合をして、キラリがきっと勝つだろうというふうにお客さんに思われるような選手になりたいです。この後私やっぱ北海道とか、うん、あと
いろいろ市のね企業に入っていて、うん、そこでやっぱりチャンピオンの星ハム子ですって言った方がおおってなるんですよ、やっぱり、うん、やっぱりし、ね、お祭りとかそういうイベントにも、うん、プロレスを知らない方にもプロレスを知ってもらいたくて、チャンピオンだった方がなんか堂々といけるなっていうはい、いろんな団体がある中で女子プロレス界ね、お客さんの入りがやっぱりアイスリボン減ってきてるなって思って、でこの前の後楽園大会久々にあんなすごいいい景色を見れて、やっぱりそれが1回だけじゃなくて続かなきゃ意味がないので、どうやったらねお客さんが来てくれるか、まあ、選手の頑張り次第でもあるんですけれども、もっともっと考えていかなければいけないなってすごい思わされてます。